キラキラしたイルミネーションで彩られる12月のニューヨーク。そこに今年現れたのは、thought it was a pretty exciting concept, and so we came down here. We decided to come and let the kids come and support people from another country. 今日は新たに登場したユニークな寄付から期間限定ショップまで、ホリデーシーズンのチャリティー事情をお伝えします。アメリカではホリデーシーズンとはどんな季節なのでしょうか。ニューヨーカーに聞いてみました。It's a season of giving and showing your appreciation for the ones you love. Kind to your partner, kind to your family, and if anybody's in need, just give. ホリデーシーズンはアメリカで一番チャリティーが盛んになる季節。鈴を鳴らして寄付を呼びかける募金活動はニューヨークの冬の風物詩となっています。オフィスビルでは恵まれない子どもたちにおもちゃを募る恒例のトイドライブが行われ、ビルで働く人たちに寄付を呼びかけています。そんな中、2012年に提唱されたのがギビングチューズデー。年末商戦恒例の大セールの日、ブラックフライデーやサイバーマンデーの直後に設定された寄付する火曜日です。ニューヨークの非営利団体が国連財団と協力して設立。ソーシャルメディアと人々とのつながりを使って寄付を呼びかける運動で、 Google などの大手企業も参加。今年は3億8000万ドルが集まりました。そしてこちらはニューヨークのミッドタウン。 Two chickens. A basketball.ニューヨークに今年登場したのはギビングマシーン。お金ではなく、何をどんな人に寄付するかを選べるチャリティーの自動販売機です。好きなものを選ぶと、選んだものは団体を通して対象者に寄付されます。今年はロンドンやマニラなど世界5カ所に設置されました。One thing I really like about the vending machines is the fact that it's something new, it's something unusual. It piques people's interest. They're able to find something that connects to them, and it makes them excited about giving back to the community. 自動販売機で飲み物を買う感覚で気軽に寄付ができるこのチャリティー。値段は3ドルから250ドルまで。内容は学校指定のものが買えない子どもへの文房具や伝染病の治療薬。家畜で生計を立てる人へのヤギやニワトリなど様々です。購入すると証拠となるレシートがもらえます。 We all love basketball and I think they're gonna love basketball too. We teach our kids how to give back to others. We're so blessed, we've been given so much and it's good for them to learn that we can give to others as well.ハイエンドなショップが並ぶ双方にオープンしたのが期間限定ショップ、チューズラブ。世界の難民をサポートするチャリティーショップで、去年のロンドンに続き今年ニューヨークにオープンしました。Every single refugee is a human being and everyone has their own story. And what we hope to get out of the store is that people can come in, they can touch the items that people need and they make a donation and they know that that money is actually going to the ground to the people who need it. 店内には国を出ることを余儀なくされ、難民キャンプの過酷な生活を始める人をサポートするグッズやその関連のものが並びます。購入すると店内にあるものと同じようなものが難民に直接届けられます。商品は3つのカテゴリーに分けられています。アライバルではライフジャケットや毛布など難民キャンプに到着した時に必要とされるもの。シェルターではテント暮らしに必要な寝袋やおむつに加え、シャワー設備の設置など。フューチャーでは住まいや女性が安全に暮らせる場所の確保など、未来の生活へのさまざまな支援が選べます。Because when I see refugees and when I read the stories about it, it makes me cry. And I just wish there was more I could do. And if this is a little small help, I take it. 思いやりの気持ちをさまざまなチャリティーを通して表しているニューヨーカー。オンラインで気軽に寄付ができる今、信用できるチャリティーを自分で選ぶ人が増えているようです。